はい、こんにちは、116ウィンズです。ここまでのオフシーズン目立った動きがなかった MLB ですが、ようやく少しずつ動きが出始めたなと思っていまして、今週の日本時間の火曜日の夜中にですね、レイズから FA となっていたチャーリー・モートンがアトランタ・ブレイブスと1年総額1500万ドルで契約に合意したと報じられました。モートンは今年でレイズとの2年契約が満了していまして、でレイズは来シーズンのモートンのオプションを保持していたんですが、このオプションをチームが破棄したため、モートンは FA となっていました。モートンはフロリダ州に自宅がありまして、レイズと契約した一員ともなったのが、この自宅近くでプレーすることで家族と過ごす時間を長くすることができるという部分もどうもあったようですので、レイズとの再契約については割と前向きな姿勢を見せていた一方で、チームがオプションを破棄した際には、来年もキャリアを続けるかどうかについては家族と相談して決めると発言していたこともありましたので、今回レイズがオプションを破棄したことでもしかしたら引退するんじゃないかという雰囲気もあったんですが、結果的にブレイブスと1年契約を結んだことでもう1年キャリアを続けいけるという判断をどうも下したようですね。ブレイブスの本拠地があるジョージア州アトランタは比較的フロリダからも近いですし、またブレイブスのスプリングトレーニングの施設もモートンの自宅から割と近いところにあるようですので、レイズほどではないにせよ比較的自宅の近くでプレーできる環境が用意されたことで、もしかしたらもう一年キャリアを続けるという判断に至ったのかもしれませんね。またモートンはもともとブレイブスにドラフト指名されてプロ入りを果たしていまして、2002年の3巡目指名でブレイブスに入団して、で2008年 MLB デビューもブレイブスで飾っていますので、来年がモートンにとって最後の年になるかどうかはまだわかりませんが、最後に自分をドラフト指名したチームに戻って、そのチームに貢献して引退を迎えるというのは、個人的にはなかなか素敵なキャリアの締め方なんじゃないのかなと思いましたが、果たしてモートンは来年どういった決断を下すのでしょうか。それにしても今回モートンを獲得したブレイブスは、まだまだオフシーズン序盤とはいえ着実に先発補強を行っていますね。今シーズンのブレイブスは開幕前は先発ローテーションが強みだと考える人も多いぐらい非常に充実したローテーションを持っていたんですが、ただマイク・ソロカやコール・ハメルズの怪我といった誤算もあって、最後プレイオフの段階になった時に頼れる先発投手がマックス・フリードと、それからシーズンの途中に昇格してきたイアン・アンダーソンだけと、なかなか先発ローテーションの台所事情が苦しい状況となっていましたので、今季惜しくも逃してしまったワールドシリーズ、来シーズンは何としてでも掴むために、その弱点である先発投手を早く補強したいという思惑を非常に感じるような動きがここまでは続いていますね。今回契約したモートンの他にも、ジャイアンツから FA となっていたドリュースマイリーともすでに契約をしていまして、先発ローテーションは確実にアップグレードされたと思いますし、また今シーズンアキレス腱断裂という大怪我を負ったマイク・ソロカが果たして来シーズンの開幕間に合うかどうかというところがまだ少々不透明な状況にもありますので、こういった形で早い段階から先発ローテーションの穴を埋めていったのは、個人的にブレイブス非常にいい補強だったんじゃないのかなと思っています。ただ今回のモートンのブレイブスとの契約、個人的にはいい補強だとは思いましたが、なかなかのお値段にはなったなと感じています。冒頭でも触れましたが、ブレイブスは今回モートンと1年総額1500万ドルの契約を結びまして、実はこの額というのはレイズがモートンに対して破棄したオプションと全く同じ額なんですね。もちろんレイズという球団は決して経済的に余裕のある球団ではありませんので、レイズにとって高いと感じる年俸が他の球団にも当てはまるかというとそうではないんですけれども、ただ今シーズンのモートンは防御率 4.74、ウィンズアボブリプレイスメントで見ても0.2 と、2017年から2019年までのモートンの活躍と比較しますと、短いシーズンとはいえ決していい活躍ではなかったのかなというような成績とはなっています。またモートンも来年は37歳のシーズン、モートン自身かなり遅咲きの選手ではありますけれども、そうは言っても年齢的な衰えというところが少しずつ出てきてもおかしくはない年齢でもありますので、今年のコロナ禍でどのチームも総年俸を減らしたいと様々報じられてきている中で、今回ブレイブスは単年契約とはいえ、このモートンに対して1500万ドルものお金を出すという決断を下したわけですから、これはなかなか思い切った決断だったんじゃないのかなと感じています。もちろん通常の年であればモートンに対して1500万ドルというところは金額として出す球団が出てきても全くおかしくはないと思っていましたが、このコロナ禍であっても先発投手の市場はなかなか盛況なようですね。まあ、もしかしたら各球団本当はもう少し安く先発投手と契約したいという思惑は当初はあったのかもしれませんが、ただコンフ先発投手の FA の中で一番最初に契約したロビー・レイの契約が思ったよりも高かったので、この契約が相場を決めたのかもしれませんね。レイはこのオフブルージェイズと1年総額800万ドルで再契約を果たしたんですけれども、今シーズンのレイはダイヤモンドバックスとブルージェイズ2チームで12試合に登板して防御率は 6.62、 ウィンズアボブリプレイスメントはマイナス 0.2 と、まあ
正直先発投手として計算できるような成績ではなかったんですよね。もちろんレイは奪三振能力の高さというところが先発投手としては群を抜いていますので、そういったところは魅力的ですし、またブルージェイズという球団はトロントに本拠地を構えている関係上、 FA 選手からは残念ながらあまり人気のないチームではありますので、そういったチームが FA 補強をしていくためには他のチームよりもお金を積まないといけないという事情があるのは理解していますが、ただ今期のレイでこんなにもらえるのかというところは、まあ、そこは率直に感じましたね。おそらく他球団もこのレイの契約の高さにはちょっとびっくりしたんじゃないでしょうかね。このレイの契約があって、コロナの影響があったコンオフでも例年と同じぐらいの額を提示していかないと欲しい先発投手は到底獲得できないというところが各球団の危機感として共有されたんじゃないでしょうか。実際このレイの契約の後にスマイリーのブレイブスとの契約がまとまりまして、こちらもなかなかの金額となっていまして、1年総額$1,100万。スマイリーの契約なんかはレイの契約の影響をもろに受けてそうな感じの金額だと個人的に感じましたが、どうでしょうか。今シーズンのスマイリーはジャイアンツで7試合に登板しまして、防御率は 3.42、 ウィンズアボブリプレイスメントは 0.4 とまずまずの成績を残しまして、で今シーズンのスマイリー結構変わった部分としては、まず平均球速がプラスで2マイルとかなりボールの方が速くなりまして、この結果奪三振率が大幅に上昇しました。今シーズン26回3分の1で42奪三振、奪三振率に換算しますと 14.4 と先発投手としてはかなり高い水準となっていますし、また昨年のスマイリーの1年間の奪三振率が 9.5 と考えますと飛躍的に奪三振能力が向上したと見ることができるんじゃないでしょうか。このスマイリーの進化を評価してブレイブスが$1,100万というお金をつぎ込む決断をしたと言えるような契約だと思いますけれども、ただ昨年のスマイリーはフィリーズで多少評価を持ち直したとはいえ、レンジャーズではなかなかボロボロだったことを考えますと、怪我の多さも含めて$1,100万という金額は随分景気がいいなと個人的には感じましたが、どの球団も例年通りのお金を払っていかないといけないという認識はこのスマイリーの契約を見ても感じられました。ということでコンフはコロナの影響が当初はかなり心配されましたが、ここまでの動きを見る限り先発投手に関しては今年もなかなか景気は良さそうな印象を受けました。特に単年契約で契約できる選手の人気が今年は例年よりも高そうですね。アメリカ国内の情勢を見てもコロナの影響が果たしてどれだけ続くのか、まだまだ見通しが立てそうな状況ではありませんし、各球団としては本当に必要な選手以外はなるべく長期的なコミットメントは避けたいという意向はおそらくあるんじゃないのかなと思います。ただこの感じであれば目玉の FA 選手、つまり各球団が考える本当に必要な選手に関してはコロナの影響に関してはほとんど心配する必要はなさそうですし、ストローマンやゴースマンがクオリファイングオファーを受諾した今、トレバー・バウアーに次いで先発投手の FA として注目されている田中選手なんかも、これまでの契約ほどではないにせよそれなりの契約はゲットできるんじゃないのかなと、ここまでのオフの動きを見る限り個人的には感じました。当チャンネルでは引き続き MLB のオフシーズンの話題について動きがあり次第取り上げていきたいと考えていますので、 MLB のオフシーズンの動きを追いたいという方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。